こんにちは、メス市場のヒロミックスです。本日はですね、メイク動画なんですけれども、7月7日発売になりますアディクションの新しいアイシャドウパレット、こちらを使いまして初見メイクをしていきたいと思います。7月7日に合わせてですね、ミステリアスな夜空をイメージしたパレットということで、すごく楽しみにしております。よろしかったらご覧になってみてください。それではどうぞ。はい、ということで始めていこうと思うんですけれども、そちらのパレットがですね、じゃじゃん、こちらでございます。素晴らしいお色でございます。こちらがアディクションザアイシャドウパレット103番ですね。もうグレイッシュでパープルというようなお色のコンセプトなんですけれども、もう私が大好物なパレット、お色がもうセットされてるっていう感じなんで、もう即決めで予約をさせていただきました。はい、ちょっとこちらで今日はね、メイク、アイメイク仕上げていきたいなと思ってます。はい、そしたらとりあえずベースなんですけれども、アディクション買った時にこちらをねサンプルでいただきました。はい、これで気になってたんですよね。こちらがアディクションシルキーバームプライマーなんです。はい、なんかこう四角形のこうちょっとジャータイプのやつだと思うんですけれども、僕四角形のジャーだからね気になってたんですけれども、これがねおまけでついてたんで、このプライマーをねちょっと使わせていただこうかなというふうにちょっと思っております。ちょっとねこそぎあトコ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 っとした感じで、こんな感じで取れました。はい、ちょっとこう使っていこうかね。どんな感じなんだろう。ちょっとあれですね、ポアレスっていう感じのものでございますね。ポアレスって書いてあったっけ。ポアレスとは書いてないね。全顔に使って大丈夫かな。ちょっとかなりね固めの、あとテクスチャーですね。全顔に使って大丈夫かな。ちょっと滑らかにしてちょっとやってみたいと思います。ちょっと一回いきますね。はい、私姿勢肌なんで、皆さんの参考になるかわからないんですけど、ちょっと姿勢肌の方は参考にして、結構いいですね。よかった、びっくりした。パサパサになったらどうしようと思ったんですけど、結構滑らかにとろーっととろけてくれる肌の体温で、いい感じになりますね。じゃあちょっと仕上げていきます。はい、ちょっと仕上げてみました。結構ねつるんとした感じに仕上がりますね。ちゃんと水分を中に閉じ込めてくれるような、ちょっとだけ皮膜感って言ったらちょっと語弊があるけど、ちょっとねつるんとした感じのスキンケアのクリームをのせた後みたいな、そういった感じの仕上がりになりますね。いい感じ。で何だろう、ポアレスとか、すごいね、シルキーだったっけ、シルキーバーム、バームって書いてあるね。ちょっとバーム系 の仕上がりですね。でシルキーなんで、すごいお肌をねこうスルンとこうしてくれる。とはいえポアレスみたいにパサパサみたいな感じにはならない、ちょうどいい感じの、ちょうどいいライン の, ベースメイクですね。いいんじゃないでしょうか。今時間が話してる間にこう定着が始まって、いい感じにピタッとこうお肌にくっついてくれた感じ。いいですね、やっぱりいいわ。多分これ4000ちょっとだったと思うんですけれども、ちょっとかなり、ちょっともう少し使えるんで、もう少し使ってみたいと思います。よかったそしたら今日ですね、ファンデーションは、デコルテ使っていきたいと思います。はい、これがコスメデコルテの全ウェアフルイド、ナンバーがですね、N31番でございます。はい、こちらはね今日使っていこうと思います。はい、こういう感じのお色でございます。伸びはねめちゃめちゃいいですね。これもね結構ショーとか撮ってると思うんですけれども、かなりいい感じの仕上がりですね。はい、こちらでお肌仕上げていきます。仕上げてみました。これすごいね、ファンデーションカバー力もかなりありますね。でかなり柔軟性のあるファンデーションなんで、肌のこの動きについてきてくれるし、ピタッて密着してくれるし、もう何なんだろうね、これもう表現しようがないんだけど、
もう肌の一部、本当肌の一部をこうまたくっつけましたみたいな感じの仕上がりになる。綺麗な肌、だから綺麗なベールを1枚まとったようなそんな感じの仕上がりになるんですよね。でカバー力も結構あるんで、ここのニキビがね、これが一番最新型なんですけどなんかこれね、結構綺麗に隠せてくれてるかなという気がしてますね。で塗った感はね、若干ありますけど、それはね、もう裁量だ、もう小手先の裁量だと思うので、いい感じでお肌仕上がったかなと思います。ちょうどいいツヤ感もあるしね。で一応ね、これねパウダーレスのファンデーションなんですけれども、ちょっとねペタペタしてますね。だから夏の季節はちょっと化粧崩れをちょっと防御したいなというところで、こちら使っていこうと思います。はい、もうね再販が決定したからね、バンバン使っていこうと思うんですけれども、 NARS のライトリフティングプリズマティックパウダーの01783番、はい、こちらで、パッとねセットしていきたいと思います。はい、こちらを取りましてやっていきます。はい、仕上げてみました。一応こういった感じですね。ツヤ感は少し、ね、残してるんですけど、サラサラっとしてる感じでございます。でもサラサラじゃないですね、少しサラサラみたいな感じで、まあ、パウダーレスのファンデーションというのもありますので、まあ、ちょっと控えめにしました。ただちょっとこう T ゾーンとかこの辺とかでめっちゃサラサラですね。この辺とかめっちゃサラサラだけどツヤあるでしょ、なんだろう、皮脂が出やすいところは結構多めにのせてみました。はい、こういう感じで今日はね行こうかなと思います。はい、そしたらアイシャドウですね。はい、こちらでございます。はい、アディクションから発売されましたアディクションザアイシャドウパレット103番、こちらまずスウォッチをご覧いただきたいと思います。はい、ということでこんな感じでスウォッチが出てきたんですけれども、いかがでしょうか。こういう感じです。こういう感じから上上下下なんですけれども、ここはねちょっとね他のパレットでもありそうだなっていう感じのブラウンで、ここがキラキラのもう星屑のようなピンクですね。もうピカーッと光ってます。いい感じでここよね、ここがあとグレージュパープルっていうところで仕込まれたセットされたお色かなと思うんですけれども、ちょっとこう紫っていうかちょっと紺色でも感じられるようなそういったお色で、ここが結構ねなんだろう、ちょっと深みのあるようなサテン、ちょっとカーキっぽくも見えるんだけれども、ちょっとブラウンよりのそういった感じのお色、めちゃめちゃ楽しみね。ちょっとこちらがさ、ミステリアスな星空っていうことなんで、ちょっとね楽しみです。こちらでアイメイク仕上げていきたいと思います。はい、ということで早朝ご覧いただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。結構ミステリアスでしたね結構私は大好物でございます。なんだろう、この渋めっていうかさ、このくすませ具合がさ、憎いよね。なんかもうワクワクさせてくれるようなお色でございます。ちょっといい感じ。ただこちらがね、このピンクちゃん、見た目はねちょっとね、なんだろう、グレッシュに見えるんですけど、ちょっと撮ったらね結構ピンクで発色するんだけど、なんだろうね、ちょっと明るい、まあ、確かにねちょっとくすみ系のピンクではあるんだけど、ちょっと明るめかなっていう感じがするので、この辺のピンクをどうやって使うかなっていうところがちょっとね、初見メイクで今頭がぐるぐるしているような感じの状況でございます。はい、ということでこちらを使いましてアイメイクを始めていきたいと思います。はい、それでは早速アイメイク始めていこうと思うんですけれども、まずはですね、はい、こちらのお色ですね、はい、ベースにしていいんじゃないかというお色、こちらを取りましてアイホール全体にのせていこうと思います。で取りましたらばお色は結構出ると思うんですよね。ちょっとあんまり分かんないかもしれないけど結構出ると思うので、用心しながら入れていきたいと思います。これを取りまして、お肌でなじませながら、まずは中心に一回ちょっとトンって入れてみたいと思います。トントントン、あんまり出ないかな、ちょっと待ってね、もう一回入れてみますね。これをトントンのせでちょっとやってみたいと思います。あ、
だんだん深みが出てきますね、うん、あんまりごそっとこう発色がパーンってする感じのお色ではなさそうなので、使いやすいは使いやすいかもしれないですね。こうのせていって気づかない間にこう深みが出てるみたいな、そういう色ですね。そういう感じのお色セットですね、うん、こういう風な感じでちょっと深みを出して、あんまりあの濃ゆく入れてしまうと次の色に影響してしまうので、ちょっと下まぶたにも入れとこうかな。こういう感じで少しだけ深みを出すみたいな、こういう感じですね。わかるかな、こっちが何もしてない状態、こういう感じ。ちょっと下まぶたにもこう入れてちょっとだけ深みを出してみて、こういう感じでちょっと押さえとかないといけないかなっていう感じがします。はい、こういう感じですね。はい、でこちらが塗っていきます。こういう感じです、うん、これだけでも結構あのルミナスな感じですよねどんな感じっていう感じなんだけど、はい、そしたら続きまして、はい、こちらのお色ですね、この紫、これをねちょっと活かしていきたいなと思ってますので、こちらを取りまして、ちょっと見てみたらあんまりやっぱつかないよね、うん、ちょっと発色が難しいかもしれない、もしかしたら手が出るかもしれない手が出る。ちょっとでこれをね目尻側に入れてみたいと思います。目尻側からこういう感じで、あ、やっぱり目にのせたら出ますね結構ね。でこういう感じで、でちょっと目の目頭に向かってグラデーションで入れていきます。喋ってなかった、ごめんなさい喋ってなかった、いつも喋りながらするつもりだったので、ちょっと集中しちゃいましたね。あのこちら側にちょっとこう丸丸丸丸で入れて、こちら側にこう流す感じで入れて入れてます喋ってなかったわ。ただこういう感じになります、うん、ミステリアスな感じ、めちゃめちゃ好きですよ私こういうの。いい感じですね、うん、素晴らしい。ちょっと反対側も入れていきますね。反対側喋るか、こういう感じで、あの目尻にちょっとこう深めにのせて、中心に向かってこうこっち側に寄せるみたいな、そういう感じですね。で少しこうちょっとこう多めに入れて、ただ入れすぎたらあの青あざみたいになっちゃうんで、その辺の粉の量は調整しながら入れないといけないかなという感じがします。こういう感じ で私があの奥二重なんで格納されちゃうので、それも計算しながら入れないといけないから、ちょっとそこはねあのちょっとはっきりあの言えない などれくらい入れるとか何グラム入れるとかいうのがちょっと言えないけど、こういう感じで入れさせていただくとちょうどいい感じになるかなっていう感じですね、うん、ちょうどいい感じになった、こういう感じにしたかった、うん、素晴らしい、かわいい、この色いいですね、うん、いいんじゃないかわいい、いいと思います。はい、ただ続いて、はい、こちらのお色ですね、あのさっきこれ使ったのこれですね。この色を筆先に取りまして、なるべく筆先に取って、これはねこれもねあのそんなに発色しない、あ結構出るっちゃ出るか、あ、出るっちゃ出るね。さあちょっとどうしようかな、ちょっと筆先に取って、ちょっと様子を見ながら際に締めカラーで入れたいんですよね。際のところに締めカラーで、おーこれは入るんだ色、おーこういう感じで、ちょっとねあんまり入れるとさっきの紫があのどっか行っちゃうんで、ちょっとこういう優しく入れさせていただきました。こういう感じです、うん、いいんじゃないでしょうか。へー、これは結構出るんだ、こういう感じで入れます。うん、なんかこうちょっとこう影が出て、私がここがへこんでるんでちょっと参考にならないところもあると思うんですけれども、まあ、ちょっとこういう感じのお目々になりました。はい、
そしたら続きまして、はい、こちらの、はい、ピンクちゃんこちらのピンクちゃんを、ちょっとねここに撮るとこういう感じのお色でもほらピンクになってるでしょ。でこれをちょっとね中心に一応入れます。中心にどうなるか、ちょん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 と、ほんと星屑ですからね、こういう感じ。あ、いいね。ただそのピンクは楽しめるかって言われたらちょっとわからない。もしかしたら色がちょっとピンクのにちゃんと発色してくれるかって言われるとちょっとそこら辺は厳しいところがあるかなと思うんだけど、あのラメとして の, あの役割は果たしてくれるかなっていう感じ。こういう感じで乗せさせていただくとキラン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 と輝いてくれます。うん、いいんじゃないでしょうか。こういう感じです。可愛くなりましたね。いいですね。うん、いいと思います。そしたらどうしようかな。そしたらちょっとね、あのこちらの紫、あ、紫とかブルーですね、これをちょっと指先に取りまして、ごめんなさいね、指先で取りますね。で目尻のところにちょっと 3分の1ちょこっと入れます。ちょこっとだけ、こういう感じでちょこっと入れてシューみたいな感じにさせていただいて、ちょっとね深みを、もっと深みを出します。こういう感じで入れてシューみたいな、するとちょっとねこう共鳴性が出てよろしいんじゃないでしょうか。こういう感じでね、はい、これで OK か。はあ結構なんかあのミステリアスっちゃミステリアスですね。私大好きなお色でございます。うん、いい感じ。この赤のラメをねうまく使えたかどうか、あでも遠くから見るとちょっと赤っぽく見えるっちゃ見えるね。うん、不思議なお色ですね。うん、いい感じでございますはい、そしたらですね眉毛やっていきたいと思います。はい、眉毛はこちらですね、マキアージュのアイブロウスタイリング 3D の60番ですね。この真ん中のこの色を使っていきます。はい、眉毛をこちらで取りまして、ちょっと仕上げていきます。感じで仕上がりました。仕上がりましたらアイブロウマスカラですね、ヘビーローテーションの細身のタイプの3番です。こちらで色を落としていきます。こんな感じで仕上がりました。はい、そしたらですね眉毛、まつげを上げていきたいと思います。でまつげ上げました。上げました。今日はですね、はい、こちらランコムさんのイプノドールアイウォータープルーフ N ですね、こちらで、まつげを上げていきたいと思います。いきます。はい、できましたはい、バチバチなまつげになって可愛らしくなったんじゃないかなと思います。はい、ということでアイメイク完成です。はい、というわけでアイメイク関係仕上がりました。遠目から見るとこういう感じです。どうですか、ミステリアスですかそんなね、どうミステリアスかどうかなんて分かんないよねはい、ということで、はい、チークはこちら使っていきたいと思います。ディオールですね、スキンルージュブラッシュの339のシアージュサテンですね、こちらでチークをのせていきたいと思います。これを取りまして、チークをトン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 と、今日はちょっとミステリアスなんでそんなにね、あのチークでボーンってする必要ないかなと思うので、ほんとね、ほんとあの気持ち程度入ってればいいかなっていう感覚でおります。はい、トン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 とこうしまして、ちょっとチークの赤みがあるかなぐらいの気持ちでちょっとだけ入れます。こういう感じですね。はい、こういう感じで入れましたらば、はい、たらば、はい、こちらですね、アディクションのニュアンサーでございます。逆ねザ・ブラッシュニュアンサーの005番の N、 はい、こちらでございますよ。このね、
はい、きらめき、これちょっとね、あの危険なんだけど、これをねちょっとね、危険っていうのはね、ボフって乗ったらね、ボフって乗っちゃうんで、あのちょっと気をつけないといけないんですけど、サラサラサラってこうちょっとね、手の上でなじませて、サラサラサラっとね、このニュアンスのところに入れていきたいと思います。ほんとサラサラサラっとニュアンスカラーをね入れて、目の下をちょっと明るくさせるみたいなね、ここでね、もうわーってして、手にね、なんかこう手をなじませるみたいな、そういう感じにして、サー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 ってほんとニュアンスカラーで入れますみたいな感じにしてみました。はい、多分後で見ていただけたらわかるかなと思うんですけども、でこれが 毛穴が悪目立ちするんで、ちょっと今私ここに乗せちゃったんで、ちょっとここがね、毛穴が悪目立ちしてると思う、うん、後でちょっと見てみてください。反面教師でね、はい、この辺とかちょっとこう中心部分とかに入れたりとかして、遊んでみたりなんだりしてはい、そんな感じでやらせていただきました。はい、そしたら最後リップですね。リップもね、今回あの限定のものをねゲットいたしました。はい、これが、あ、ちょっと待って、アディクションって書いてないの、あ、書いてあってびっくりしたとアディクションのザ・リップスティック、エクストレムでございます。社員の107ですね。はい、文字が小さくて読めない、はい、めちゃめちゃ可愛かったの、これ何だろう、画面でしか見てないから何とも言えないんですけど、ちょっとね、こういう感じのお色でございます。めちゃめちゃ可愛くない？やばいでしょ、モデルさんがつけてるの見たらめちゃめちゃ可愛いと思って買ってみた。じゃ使っていきます。はい、つけてみました。めっちゃシャイニーです。ちょっと色どす黒くなっちゃったかな、ちょっとそこら辺を相談かな、いろんなものとか混ぜないといけないかもしれない。ちょっと暗めになっちゃった、私の唇がちょっと赤いんで、それと混ざってちょっとね、私には似合わないかもしれない。もう少しこう、確かにミステリアスって言われたらミステリアスかもしれないいろんな意味でまあそんな感じのメイクになったかなっていう感じがする。でもね、このリップはめちゃめちゃ素晴らしいですね。あのプルンってして、かなり肌の唇のあれじゃないけど、なんかそこら辺もカバーしてくれるようなプルンってした感じで、これにおそらく成分的にこう、なんだろう、偏光パール的な成分がちょっと入ってるみたいで、塗った時にちょっとプルンとしたラップをね、1枚ペロってこうね塗ったような感じの仕上がりになってる、そういう感じ。このね、先端の光、これはその効果ですね。だからね、どっからこの360度、あ、360度、後ろは見えないけどさ180度ね、どっから見てもここがね、どっから輝いてるっていうね、そういった不思議な素晴らしいリップでございます。よろしかったらチェックしてみて、これ多分ね、これは限定色っていうだけで、このリップシリーズはあると思うので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで行ってみましょう。ファイナルルックはこんな感じです。はい、というわけでファイナルルックまでご覧いただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。はい、ミステリアスな感じになってましたか。私は大好きです、こういう色めっちゃかっこいい、かっこいいですね。で、なんかね、この色とこの色がね、キーカラーだと思うんですよね。この色で、この色、はい、なんか似てそうで似てない感じだから、これとこれを差別化して両方使おうとすると、
そう、今日の私のメイクなんですけど、どっちがどっちか分かんなかったと思うんですよね、うん、なんでちょっとねこの辺はどっちを使うっていう感じで単色で使ってもいいのかなという気がした。でこれはもしかしたらこっちの色ね、こっちの色、これはねもしかしたら私がさいつも使ってるさ MAC のこの212のブラシとかでライン引きみたいな感じでするといいかもしれない。なんか今なんかよく巷で話題になっているブラシを濡らしてやるみたいなのやつがあると思うんですけど、ああいう感じのやつですると結構ね発色してくれると思うんですよね。なんでこの辺はねそういった感じでライン使いするのもいいのかなという感じがします。で下まぶたに入れるにはちょっと危険かなっていう感じがするので、まあその人によりけりだと思います。私は危険私は下まぶたに入れるとちょっとねクマみたいになっちゃうかなと思うので、完全上まぶたかなっていう感じで、入れても今日入れたみたいに3分の1だけちょこっとだけ入れて上のさこのブルーと共鳴させる感じで、私が最後にさこれで締め色を入れたからちょっとブルーが分かんなくなっちゃったと思うんですよ途中で。だからちょっとね打開策としてこれをね下まぶたに入れました。なんでこの目尻に入れたこのフワーとして入れたブルーと下のブルーが共鳴して、あこの人ブルー入れてるんだなと分かるような感じにならないかなと思って今日ねプランを立ててみましたいかがだったでしょうか。そういう感じの使い方ができる、うん、いいと思います。でこのピンクちゃんはね、このピンクのラメちゃんはちょっとね本当使い方がちょっともう少し研究の余地があるかなっていう感じで、これ一色でガバって使ってもいいと思うんですけれども、それだとミステリアスにはならないかなっていう感じがするので、また違ったコンセプトでもし使うのであれば使える色だなとは思いました。ミステリアスでピンクっていう感じではないかなっていうのはちょっとね感じました。はい、そういった総評でございます。いかがだったでしょうか。はい、7月7日発売の、はい、こちらでございますね。今日使いましたザ・アディクションのザ・アイシャドウ103番こちらを使いまして本日初見メイクをしてまいりました。何かの参考になったら嬉しいかなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。私 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので概要欄からフォローいただけましたら嬉しいです。はい、手がモサモサになりました。はいはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。